スイーツキッチンです。こちらのキッチンが 6.3 畳となっております。ブラウンで統一されたアイランドキッチン、高級感がありますね。そうですね。また今回はお客様のご要望でコンロが3口となっております。そうなんですね。家族が多い人や親戚や友人など家に人が集まる機会の多い人はたくさん調理をする必要があると思うので、コンロの数が多いと助かりますよね。はい、また忙しい朝の時間もスムーズに家事を進めることができますね。そしてこちらは対面ガラスになっております。料理をしながらも家族の雰囲気を感じることができます。なるほど、家事をしながら家族とのコミュニケーションも取れるのでお料理も楽しくなりそうですね。こちらのスペースは何ですか？はい、こちらのスペースはゴミ箱を置くスペースとなっております。料理をすると結構ゴミが出たりするので近くにゴミ箱があると便利ですね。こちらのフローリングはリビングとは違う色のフローリングになっていますが、こちらは何を使用しているんですか？はい、実はキッチンのフローリングにはロックファーという床材を使用しております。ロックファーは濃く深みのある色合いとなっており、高級感あふれる落ち着いた雰囲気を出すことができます。また耐久性にも優れているのでキッチンにもぴったりなフローリングとなっています。なるほど、高級感を出すこともできて機能性も兼ね備えているんですね。そうなんです。また呼吸する床と呼ばれておりまして、調湿性もあるので年中サラサラの床を保つことができます。沖縄の気候に合った無垢フローリング材を使用しております。沖縄は高温多湿なので梅雨時期などにフローリングを歩くと足の裏がペタペタしがちですが、年中サラサラの床なのはとても嬉しいですね。続いてキッチンの裏にありますのがパントリーとなっております。長期保存できる食材やお鍋などを収納することができるので、キッチン周りをすっきり見せることができます。続いて書斎です。こちらの書斎 2.2 畳となっております。 DIY 好きのお客様のご要望で壁の方にはすべて補強材が入っております。棚や机などご自身で室内のアレンジができるようになっております。こちらの書斎を出ますと、こちらが廊下になっておりまして、上の方にトップライトという天窓がついております。天窓を設けることで太陽の光が入ってくるので電気をつけなくても十分な明るさを保つことができます。続いてこちらが子供部屋になります。こちらが 4.5 畳になっております。ベッドを置いてちょうどいい大きさの子供部屋になっております。約1畳のクローゼットも設けられているので収納に困る心配もないですね。子供部屋の隣が洋室になっています。こちらの洋室が 12.2 畳となっております。かなり広々とした洋室ですね。そうですね、今回は間仕切り戸はついていないのですが、天井の壁を補強しているので間仕切り戸を後から設置することができます。将来ご両親も一緒に住まわれるということで、将来的にお部屋を2つに分けるようにしているんです。なるほど、将来のことも考えた上で設計することもできるんですね。そうなんです。なので入り口も2つ設置しているんですよ。今はお部屋を広く使用できて、将来は2部屋にすることができるので嬉しいポイントですね。続いて主寝室です。こちら 5.4 畳となっております。
テレスホームでは全てのお部屋の壁と天井に漆喰を使っております。漆喰は石灰石を原料としたアメリカ製になっておりまして、優れた調湿性を持っているので空間の湿度を適度に調整することで結露を防止してくれます。なので建物の耐久性を維持してくれる塗料剤となっております。またこちらのクローゼットの方ですね、収納もたっぷりできるようになっております。クローゼットは標準仕様でついておりまして、このようなクローゼットかウォークインクローゼットのどちらかをお選びいただくことができます。こちらの洋室が 12.2 畳となっております。